W52T は、東芝、および東芝モバイルコミュニケーション社が、日本国内向きに開発した、au ブランドを展開する KDDI および、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN、対応携帯電話である、W44T の後継機種。携帯電話端末として、世界初の3インチワイド VGA 液晶を搭載し、それをアピールするべく、東芝製機種で、 初めてのスライド型となった。全機種の W47T は投資履きとして初めて e g フェリカが搭載され、Bluetooth 機能は省略されたが、この W52T は au 端末として初めて両者を搭載している。搭載されたフェリカチップは au2007 年春モデルで採用された新バージョンで従来の3倍となる容量を持ち、電子クーポン機能、 au 携帯クーポンに対応している。その他、ワンセグ、地上デジタル音声放送実用貸試券といった最新サービスに対応するなど au の提供する機能がほとんど入ったほぼ全部入りのハイスペック端末になっている。また付属の TBO ケーブルを利用すれば画像やビデオクリップ、PC ドキュメントビューアーなどを家庭用のテレビで表示できる。東芝が 積極的に搭載してきた Bluetooth により、自動車運転中の無線ハンズフリー通話を可能とし、無線音楽プレイヤーとしての利便性も高い。2006年発売の W44T、チモ W44T2 及び2007年発売のレクサス W44T3 同様、A2DP、SCMST もサポートする一方で、ワイヤレスミュージックリモコンレシーバーは、 別売りとなった。SCMST をサポートする音楽用、Bluetooth ワイヤレスヘッドホンは少ないため購入時には注意が必要である。なお、ソフトバンク向けに本機と同等の 911T が発売されているが、キャリアが異なるため通信方式が異なるほか、フルブラウザにおける横表示の可否、本トのアンチエイリアス勝利、t v 電話、 地上デジタル音声放送受信機能の有無、本体の大きさや厚さ、デザインに違いがある。au2007 年春のラインナップの中では最もスペックが高く多機能なフラッグシップモデルであることから、注目度やユーザーからの期待は高かった。w21t や w31t や w32t で Bluetooth を手放せなくなったユーザーにとっては、 待望の Bluetooth とフェリーチェチップ同時搭載機でもある。そのためか価格設定がかなり高くなっている。W52T は携帯電話端末としては世界初の3インチワイド v g a 液晶を搭載していてメール本文や電話帳の一覧性は高い。ただしメニュー画面をはじめとする GUI やフォントなどはレスポンス、電力消費等を考慮して クブガで作成されており、現段階で VGA 本来の精細さを生かすことのできるコンテンツは Easy、ナビウォークや PC サイトビューアーワンセグ、壁紙などと限られている。そのため、それを期待していたヘビーユーザーからの不満は多い。なお、東芝製 c d m h x ウィン端末では W31T 以降、極小以外の文字サイズで 外角表示による文字のギザギザ感があまり気にならないアンチエイリアス処理が施されている320-180ピクセルないし320-240ピクセルで走破されているワンセグ放送は保管処理を施し表示することとなりディスプレイの精細さを活かすことができない2007年2月10日18時59分15秒から全国の民放テレビ局にて 同期の CM キャラクターである、ボア出演の CM が45秒間放送され、合法的な電波ジャック状態になった。乱放マネー闘争中とクロノスで過去利用されていた。2007年3月27日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2007年5月9日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。 2007年8月31日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年2月3日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。ありがとうございます。